まずはセンターバックスクリーン大型ビジョンに岩田実投手の阪神タイガース在籍16年間のプロ野球人生をおよそ4分間にまとめましたダイジェスト映像、16年の軌跡を放映いたします。皆様の思い出と重ね合わせてご覧ください。熱き思いを胸に、岩田実16年の軌跡。縦島のユニフォームが着れて本当に幸せです。2005年大学社会人ドラフト希望枠でタイガースに入団。投手陣の林らに早くなりたいです。初めて開幕を一軍で迎えたのはプロ3年目の2008年。開幕2戦目の先発を任された岩田は6回1失点の好投。プロ初勝利を挙げると、巨人との伝統の一戦でプロ初の完投勝利。この年先発ローテーションを勝ち取った岩田はキャリア初の2桁勝利を記録。その活躍が評価され WBC 日本代表に選出、世界一に貢献した。投手陣の柱へと成長した岩田には忘れられない試合がある。2009年9月9日登板前に長所が生まれまして、8回までわずかに被安打に好投を続ける岩田。まるで見えない力に導かれるように、生まれた長女が完封で勝たせてくれたから、大黒柱が甲子園のマウンドで輝いた。そんな岩田がプロ入り前に決意したことがある。1型糖尿病の患者の希望の星。高校時代に発症した1型糖尿病、病と闘いながら夢を実現した岩田は同じ病気で苦しむ人たちを支援する活動にも取り組んだ。その活動が認められ若林正賞などを受賞。ハンディを抱えても夢を諦めず挑戦する大切さを伝えてきた。だからこそ希望の星であり続けるために、この思いが岩田の力となり2011年チームトップの防御率 2.29 をマーク。2014年には7月月間 MVP を獲得。さらにこの年の日本シリーズでは第4戦に先発、存在感を示す好投を見せた。プロ12年目の2017年、1000投球回を達成するなど長年先発投手陣を支える柱としてさまざまな功績を残してきた岩田実。甲子園で輝きを放った背番号21、その雄姿をいつまでも忘れない。